こんにちは出会い場就活チャンネルの清水です今日はですね最新の23卒皆さんの同級生がどのような動きをしているか、まあ、特にインターンシップに関してのお申し込みがどういう形で動いているかそして企業を選ぶ考え方がどんな形で皆さんと一緒のように活動している人になっているかっていうのをですねまずお伝えさせていただいて自分はどうすべきかいいかっていうことを考えていただければと思います。そろそろろですね インターンのエントリーがまあ皆さん落ち着き始めて結果待ちの状態になってきてるんだと思うんですよね。多くの就活生が動き出した6月に開催したイベントで23卒にとったアンケートの結果。 それとですね、我々4月5月6月に我々のイベントに参加するためにガイダンスをやっていて、4月のガイダンスに参加した人、5月のガイダンスに参加した人、6月のガイダンスに参加した人たちのデータの中で、その方たちがどんな風な動きをしているのかっていうのは今日はまとめさせていただいています。皆さんにとってはですね、23卒生の同級生の採用活動状況し、周りに遅れを取らないように動いていくことがとても重要。そして早期化が進んでます。 22卒に比べると23卒は早め早めに動こうっていう部分の意識が高まっている、まあ、多くの人の動きを理解してどういうふうに自分がすべきかっていうことを考える、まあ、その一つの材料になればということで今日はお伝えさせていただきます。まずインンターンの参加経験これはですねなんとこの例えば4月の我々のガイダンスに参加した人の中の22%はインターンにすでに参加したことがある。 まあもちろんこれはね、まあ、2年生ぐらいの時に長期インターンに申し込んだ人もいると思うんだけど、まあ、実際にこれ見ていただくと4月にガイダンスに出た子5月にガイダンスに出た子6月にガイダンスに出た人も 22%22% そして6月になると少し上昇したこれはまあ6月の声を聞いて早期のインターンにすでに参加し始めた学生さんがいるんで少し上昇傾向にはそういう意味でいうとすで、まあ、に6月1日のナビサイトの解禁する前から まあ25、二十五パーセントぐらいの学生さんは、すでにインターンの経験があるという事実が一つ出ています。そして、現時点、そのいわゆるガイダンスのアン,ア,ンアンケートに答えた時点で、どのくらいのインターンに応募してたかっていうデータで、まあ、見ていただくとですね。まあ、まだまだ申し込んでないよって、学生さんが一番多い。こう見ていただくとわかるよね。まあ、圧倒的に多いんです。まあ、全体でですね。 800人,、まあ、1000人この時点で,です、ね、1,000人ぐらいの方がです、ね、当社のガイダンスにお申し込みいただいて参加していただいてたんで800人以上の人はです、ね、まだまだどこにも応募してないああなんだみんなよかった僕もまだ応募してなかったそれでいいんですじゃあ他の人たちの中でいうとなんとですね m o s はもうすでに10社から19社この時点でインターンに応募している学生さんがいたまあ全体でいうとまだ申し込んでても12社そういう意味で言うと 多くの学生さんは6月1日のインターンシップサイトが開いてからインターンに申し込んでいるその前に申し込んでいる人たちはもっと前から動くような外資系とかコンサルを中心と見ている人たちが非常に多かったとっいうのがこのデータを見ても分かる、まあ、そんな状況になっていますね。そして就職の軸 これは何かというとですねあなたは就職先を決める中で何を大切にしてますかという問いに対して答えていただいてこれは4月のガイダンス5月のガイダンス6月のガイダンスに参加した人たちの間に大きな差はなくて全体傾向でいうとですね1位はですね働く環境が重要だという学生さんが45%ぐらいです。これは第1位の部分を聞いているんですけどだからどんな環境でどんな人たちと働くことが実は一番重要なんだという方が全体の45。 そして全体の25%から28%はいや仕事の内容なんだと、まあ、これが第2位そして3番目がですね業界業界が重要なんだが大体1 5ま6、あ、残りはですねその会社の知名度とかですねそういうものに対してはまあ あまり重要ではないっていう形の意見が多かったそういう意味で言うとですね夏のインターンはどうしても有名企業 B2C のところに申し込んでる人が多いんだけど実際に最後就職先を決める中で言うとね働く環境と要するに仕事の内容この2つが大きく重要なんだってことをみんなが思ってるということを意識していただければと思います。そして仕事に対する考え方これはどういうういのかっていうとです、ね あなたはどんな仕事の内容がいいんですかって質問してるんだけど、まあ、見ていただいてわかるように、まあ、ガイダンスに参加した時期はあまり関係なく、だいたい同じ傾向が出ていますね。7割の学生さんは、できればこんな仕事がいいのの仕事から選びたい。これが一番圧倒的に多い。で、22%の第2位は、これだけは下げたい仕事以外で選ぶ。そういう意味で言うと、多くの学生さんは、 まだまだこの仕事じゃなきゃいけないっていうふうに決まってるわけじゃなくて幅広く、まあ、こんな感じがいいなっていう概念の中、まあ、これだけやっちゃったくないなっていう中で今動いてるってことなんだねそういう意味で言うとあんまり早くにどの仕事がいいって決めなくてもいい周りのみんなもまだそういう状況にあるんだってことをこれを見て理解いただければと思います。そそしてててて環環境境さっっっきのの、ね、がが重要だだだいいいうう人たちが多いんんけけどその内訳をつつに分けてるんだねこれはは何かっていうと1つは 成長できる環境っていうのは切磋琢磨されて自分を中心に見たときちょっと上の人たちみたいな人たちで切磋琢磨されたいで居心地のいいっていうのはですね自分と同じような人たちの中、まあ、いわゆる気心が合うような人たちとやりたいなっていう部分の中で言うと、まあ、4月のとこだけがですねちょっと成長できる環境が少なくて居心地のいい環境が多かったんですけど、まあ、5月6月は同じような部分で、まあ、少し成長できる環境が強め。 そして居心地のいい環境がまあ47、まあ、これ居心地のいいって言ってもです、ね、ある種のです、ね、トップラインの中で言うともっと切磋琢磨っていうと同レベルがいいっていう人たちもこの回答に含まれてるから、まあ、大体こういうのが環境に対する考え方だっていうのが一般的な学生さんだと思ってもらえればいいですね。そして希望する会社の種類。 これはです、ね、あの重複でも答えていただいているのでそれをですね一旦100の中で収まるように、まあ、置き換えているんですけど、まあ、質問は4つあって働く環境は自分に合えば規模にはこだわらない大手企業は有名企業じゃないとダメなんだと、ね、で大手企業有名企業ではダメなん嫌だと大手企業有名企業はいいそしてやりたい仕事であれば別に規模にこだわらないという中で言うと。まあ 大手企業有名企業がいいっていう人たちの比率がまあ時期によって少し違うから39から49の間ぐらいまあそういう意味で言うとこのコロナの影響で大手志向っていうのは少しまだ強めで動いてるんだけどでも43、まあ、残りの学生さんはですねどういう傾向かっていうとまあやりたい仕事であれば規模にこだわらない。 働く環境が自分に合えば規模にこだわらないっていうのがまあこの両方を足すとですね大手有名企業よりも多いまあそういう意味で言うとですねこれから就活始める方とかこれを見てる方もですねえ大手有名企業って選ぶんじゃなくてね自分がやりたい仕事自分がね 働く環境が合えば規模にこだわらないっていうふうに考えていく方がいいんじゃないかなっていうことが一つの示唆ということで見ていただければと思いますそして夏ののインンターンこれかからら何社ぐいいい応募すすするつもりですかっててうのを聞いてますだからこれを見てると4月の時点5月の時点6月の時点っていうのを全部足し込んでるから4月の部分に聞いた学生さんたちは少し少なめに出てるんでそれが全部平均化されてるんだけどこれで見ていただくとですねまあどういう感じになってるかっていうと31社以上の夏のインターンを応募する人が全体の2割。 そして20社以上30社まで応募するのが全体の30。まあそういう意味で昨年とほぼ同じ傾向で、だいたい全体の半分はですね20社以上のインターンに応募。まあそういう意味で言うと1社から10社というのは非常にまあ2割。まあ10社から20社が30。まあこれ見ていただくとですね夏のインターンに意外と多くに応募するみたいだっていうのが我々のまあデータの中から出てきています。そしてこのデータを皆さんに見ていただいてですね。 まあこの中から分かること夏のインターンの申し込みは昨年同様の中の50%以上が20歳以上に応募している、まあ、こんな形になってますから昨年同様夏のインターンは大手有名企業を中心にだいぶ応募が進んでいるみたいだと。で2つ目はですね仕事に対する絞り込みはまあ進んでません今の時期から絞り込むべきではなくて、まあ、いろんな企業を見ることで自分に合っている仕事を探すということが重要なんだということがここから見てても分かります。そして3つ目 大手有名企業はいいという学生が、まあ、非常に多いっていうデータが出てるんだけど、まあ、その一方で半分以上は働く環境仕事内容が重要だっていうふうに考えてますから、まあ、ぜひこれを見てる学生さんはですね結果としての大手ならいいけど働く環境仕事内容が自分に合ってるものを探すってことを意識して就活をしていただくのがいいかなっていうふうに思います。そししてて働く環境ににに対しての重要度度合いは上昇傾向にあるるんですね昔に比べると、ね、いや知名度よりも 働く環境誰と働くかとても重要だというのが例年上がってきているそういう意味でいうと皆さんですね社名だけを見るんではなくてどういう職場なのか自分に向いているのはどういうのなのかというのをインターンシップを通して実際に体験して自分に合った職場を探していくということを意識してインターンに参加していただけると思います。そういううい意味で言うと 仕事体験職場の環境が理解できるインターンに参加しよう座学とかねグループワークとかじゃなくて実際の職場仕事が理解できるインターンに参加するってことがとても重要だっていうふうに思っています。ぜひですねこの夏のですね書類選考まあいろいろ結果出始めてると思うんだけど計画が狂い始めてる人もいると思うんだけどまあ例年みんな落ちてるんです。 まあ大手の有名企業ばっかり募集するとですね大体合格率は低いですから、まあ、そういう意味で言うとこの夏をどうしようかっていうふうに思っている学生さんはですねいい機会ですから選考対策に時間を削ぐそれ以外やっぱり清水さんいろんな会社見てみたいんですよねまあそれであれば出会い場みたいなイベントに出てねスカウトがかかるそして我々7月1日からなんと出会い場はですね皆さんがプロフィールを完成していれば 皆さんに興味を持った企業からスカウトがかかります是非そのスカウトを待ってあ皆さんのプロフィールを見て会いたいって言ってる企業だからぜひ行ってみてああなるほどねこういう会社もあるんだってことが皆さんの経験になればと思いますんで7月1日から出会いいいいススカウトサーービスが開始しまますすプロフィールを書いてお待ちいただければと思います見ていただいていいねって思ったらぜひ高評価そしてコメントそしてチャンネル登録もよろしくお願いします